コーナチャンネルで新番組がスタートすると、マサムネ2ですね。415ゲームあります、うん、やばいやつ見つけました。そんじょそこらの残り193ゲームじゃないですからね。さあ最初の7呪いから秀吉決戦突入です。いやもう多分大丈夫です。あと1時間あるんで、さあこれでいよいよ ART 残りゲーム数が100ゲームちょっととなりました。メゴ姫出現、これ結構強いですよね。まあ、対決はもう濃厚といったところだったんでしょうけど、あ乗りました。さあ残り100ゲームを切ったところで上の手です。これは助かる。結局秀吉決戦はまだ最初の1回のみでしたので、そろそろまたゲーム数も巻き返したいですね。プラス10。さあ頑張るぞ。2回目の秀吉決戦になります。いきます。1回目の秀吉決戦の上の手が110ゲームでした。そこを超えれれば面白くなる。これがなか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 、うーん難しいな。やっと掴んだ秀吉決戦もね、これが、おお3桁乗った130。これで残りが225ゲーム復活しました。ゲーム数いやあと300枚です。うおーこれはいやほんまにいっちゃった。これ多分これさすがにもういったでしょう。よし、あとは50ゲームぐらい乗せたいですね。おうおうすごい。よし、おうおう、これ大事これ大事。おっしゃ、もう多分100いっちゃいますね。おーし、おうおう、すっげえ。おお、オッケーオッケー、すっげえ。笑いが止まらない。やばい、まあ十分やけど。おほほほほほほ、いやーすっげえ。いやもう十分です。ありがとうございます。これどうです、こんなん、これは相当だと思いますね。いやここまで見せ場作れるとはちょっと正直思っても見なかったですね。
およそ9900万。おい、まあ、これ以上はもう表記されないんで、次ここからここでナンバーランプで確認していくっていう形ですね。いやー頑張ってますけど相手が悪いよな、修羅の時っていうのが。久しぶりに見ました。ステップアップ演出、これはまあまあ強いですね。先ほどは秀吉決戦で130ゲームを乗せて再び残りゲーム数が200ゲームを超えましたが、さあここで再び上の手です。多分 ART のまま時間は迎えられると思います。ダブル、さあ50以上です。さあ残りは225ゲームとまだまだありますので、1回ぐらいは最低でも青7ドルあると思いますけども、さっき秀吉決戦突入ならなかった時のセリフが、次こそはたどり着いてみせよう的な、こう次回7ドロイジの秀吉決戦期待とか 50% あるセリフが出てたんですよね。なので次の7ドロイはちょっとワクワクする7ドロイとなります。秀吉決戦あるかもよというやつですね。激圧とな、さっき次の青七ぞろいの時の秀吉決戦突入期待で 50% のセリフが出た後なので、ここでもう一回秀吉決戦迎えられるかもというところです。まあ激圧演出出てますので七ぞろいはあるでしょう。ありそうですけどね、なんか激圧演出出たんでここじゃないのかな。さあ3回目の秀吉決戦突入なるか。50、普通ですね。レバーも満月も、さあどうだ、うん、ありそう。はい3回目、よし、1回目が110、2回目が130。さあここでどれだけ乗せれるか。さっきは一つでこの青カモンで100乗せがあったんで大きかったですよね。よし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 、青カモン3つ目、これで4つ目の青カモン。さあこれで5個目になります。カモン獲得は、よしダブルできた。これは結構乗ってますね。赤カモン、2角、特にまだ特殊テンパイオンとかもないですね。さあ6つ目のカモンです。これ 50% 以上は絶対ありますね。金ナビ、まあここはメゴ姫のナビと、まあ、金ナビで確定というところですね。これで8つ目、これもう 66% 以上は間違いないと思いますけど、75以上あるかもしれませんよ。
この効果決めてきた。まだ終わらんで、炎も全部つけたい。さあこれは絶対 75% 以上ある。うわ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 、びっくりした。超秀吉決戦見れました。いやちょっとねやっぱり修羅の時とは瞬発力の差で、まあ順当の差で枚数的にあちら以上出すっていうのは大変ですけども、ゲーム数はこれでしっかり乗りますし、ちょっと政宗君のいいところも見れてよかったんじゃないでしょうかね。これは結構レアなもの見れました。しかもすでに家紋9つ手に入れてます。ここから 85%、 これはやばいですよ。どれぐらい乗るんだろう。ちょっと待ってくださいよ、秀吉、超秀吉決戦に入って1回だけ。さあ7ドロイで再び秀吉決戦になります。真ん中左、あお、まあでも結構乗ったんじゃないですか。一撃でいきます。3つありますから、410ゲーム。まあこの台に最初座った時の残りゲーム数がこれぐらいでしたよね。400ゲームちょっと。これで残り587ゲームというわけで、2時間のバトルなんですけど、もう ART が終わることはないです。バトル終了まであとは枚数ですね。トミーさんの AT が終わらない限り勝てないですけど、あっちの AT がもし終わっていれば僕が勝つ可能性はまだあります。これで残りゲーム数662ゲーム、まだまだあります。ただもう残りが20分ちょっとですね。まだやってんのかな。なんとか僕の方も2000枚近くまでは出してます。この台ジャック、おお、あ、行きます。ありがとうございます。ドン、おい、もう負ける気がしません。どうせ勝つんでしょ。30、おお、60ゲーム、終わる。今1万飛び600枚超えました。でまだ200ゲーム残ってます。1000枚超えましたね。いやもう無理です、これすごいですね。いやすごいな。そうですね、ちょっともう枚数的にはどうしようもないんで、リベロの残り1ゲームあったじゃないですか。もしかしたら最後に絶望に抗いが来るかもしれないし、ちょっとだけ閉店後だからこういうことできるんですよね。営業中そういうことしちゃダメですよ。こっち押さえてあっち打ってとか掛け持ち遊戯はできませんけどね。今日はもう特殊なルールで、こちらがですね、ここから始めましょう。ラスト1ゲームですね。あの
絶望に穴替えワンチャンス。あ、後乗せがあった。意外と出るんじゃないか。ちょっとこれ今ちょっと待って、こっから出た分もプラスしていいんですもんね。リベロなら短時間でも結構出ますよ。いや、むしろリベロのスピードにはかなわないですからね、いくら知らぬ時といっても。もう一丁、あー、ないか。ありがとうございました。もうじゃあタイムアップということで、おおよそ1万1000から2000枚出たところです。一旦これじゃあ終了ということで、はい、まあ結果の方出ましたけれども、まあ、枚数ではさすがに短時間で修羅の時に勝てるはずないんですけれども、僕の台めちゃめちゃ強度良かったんですよ、トミーさん。はい、見られてないですよね。そうですね。ちょっと一回グラフ見ていただいていいですか。はい、ましょう。なんならちょっと果たして設定いくつだったのかっていうのも気になるん で、まずグラフが、グラフ見ていただきたいんですけど、はい、これすごくないですか。これこの一番下のラインから9000枚出てるんですよ。はい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 、はい、で僕が打ってる時間だけでも秀吉決戦が3回。まあこの荒々しいグラフを見たら僕はもう明らか奇数設定の高めかなっていう感じなんですけど、まあ、もちろん富田さん設定は知らないですよね。もう店長、もちろんもちろん店長のみ知るというような状況ですから。じゃあちょっと店長にお願いして、こちらの台の設定を伺ってもよろしいですか。ありがとうございます。そういうことですね。でしょうねっていう、あ、すごい、さすがですっていう感じですね。ただトミーさんが打たれてたシュラの時は、はい、あれは分かんないですよね。分かんないです。全く分からないです。 AT に入ってしまえば設定不問ですもんね。はい、じゃトミーさんも設定は知らないということで、すごいグラフ。そうですね。これ予想していただきましょう。でもね、やっぱり今までホールサイドを流してきた台ですから、はい、決して高くはないんじゃないかなと思ったりもします。ですかね。果たして、果たして、果たして。店長お願いします。扉が開いています。おー、ほー、おーでしょう。ね、でもやっぱり夢がありますよね。夢がある。知らん時ってエリアマネージャーも言われてましたけど、ホール泣かせの台ってことはユーザーにとってはチャンスがあるってことなんですよね。ただこういう台をまだこうやって設置されているっていうところに、なんかこう優しさを感じるというか、やっぱりユーザー思いのお店だなっていうのを感じますよね。だって本当にもうお店の利益が一番って考えてたら、まず置けない台ですからね。まあ、こういう台がもうあるっていうことですよね。面白いですね。しずさん、掃除を、はい、あ、そうですね、お願いします。これ本当はキコーナさんのスタッフの皆さんにエリアマネージャーが大清掃してる姿を僕は見せたかったんですよ。でも残念ながら、はい、まあでも閉店後にこうやって遊ばせていただきましたので、はい、心を込めてお願いします。よし、久しぶりですね。こんなん昔は毎日やってたんですけどね、閉店したらわちゃわちゃやって、わ久しぶりですね。で
僕の場合はこう椅子をまたいで中腰でこっからこうやって枠をまず拭いて、で下皿をこう拭いてパネルを拭いてひっくり返してこういくスタイルだったんですね。これをこう早っ早っ、こんな感じでやってました。じゃあ今の、今のこんな感じでやってましたっていう、もっと丁寧にしますからね、はい、いやいつもお疲れ様です。僕と天翔お疲れ様です。最近ね、ちょっと急ぎ足でありがとうございます。